マッチミックスと肌を合わせた唯一の日本人と、はい、して今回の、堀内教授戦とマッチミックスの試合をどういうふうに、予想しますか。まあ、僕は、あの試合は時間短かったんで、正直どんな感じか分かんないですけど、でも、堀口選手とパトリックミックスだったら堀口選手が普通に勝つと思います。そうですか、はい、パッチミックスの逆にその強さを感じたところってなったんですか。体格面とか。体格面はそうですね、バンダムにしてはしっかりでかくて、 でかいのにしっかり筋量もあるというか、はい、それをでも上回れるその堀口選手は捕まんないんじゃないかなと、はい、思います。すいません、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。